どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。転生の錯乱姫続きをやっていきたいと思います。なんかね、前回の続きもろ続きなんだけど、セーブしようと思ったらさ、できなかったんだよねセーブができるところまでね、ちょっとやろうかな、とりあえず思います。何これ、ちょっと見ていい、ここ探索していいっすか。なんや、種もみ選別、これ入れない。あ、心輪が言ってたように、まずは田起こしから始めないといけないのかな。これあらまー、七草とか生えてるんや。いや、川や。あ、これ何、進めない、見えない壁が。まずはここからってこと。田んぼに水を入れよう。多分これ水いっぱい入れないといけないんだろうな。やーっべ、なんか物なくなってさ、見晴らし良くなっちゃったね本当良くないんだけどさ、この状態で田起こし始めたいのかな。やるか。水をたくさん入れ、よく耕すことで火山灰を押し流す、書いてある。これでいいんだろうか、かけ流しにした方がいいのかな。まずはもうジャブジャブにするか。まだ十分とは言えんか。そうだね、なんかさ、新しい道具とかさ、贅沢言ってたなーって今思うとさ、思っちゃうね。あんな贅沢言ってちゃいかんかったな。まさかこんなことになるとは思わなかったね。こんなめちゃくちゃな状況になるとは。ジャブジャブです。なんか水きれいじゃねあー疲れたわいとか言ってる場合か。いや、前回パートさ、めちゃくちゃドラマチックだったね。もう俺感動したんだけど。しかし、あの玉爺の覚悟とかよ、あれどうするよ、大変だよね。石もうないか。水がありすぎて石がもうわからんもう柵のびちゃびちゃじゃんこれ。あ、いいんじゃない、これ肥料とか入れれんのかな。肥料のとこまでいけない。よし、いるかな、いいんじゃないでしょうか。こんなところか。田起こし完了。よく耕せたと思うぞ。はい、あれ、石見逃してた。1個、いかがですか。うん、わあ、かなり良くなったぞ。完全に戻ったわけではないが。おお、よかったよかった。もう行ってほしいところですよね。なんか心はすごいさ、頼りになるね。灰といえば、そもそもヤナトは火山の王。あ、そうなんだ。もしかして何か知恵があるか。今の我々にとっては何の変哲もない山でも、昔は火を吹いたと伝えられることは珍しくありません。そうなんだ。いずれの地もその灰を受けてきたのだとすれば、何故に作物が育ちやすいところ、そうでないところに分かれるのでしょうか。知るわけがなかろう。お前は知っとけ確かに、一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのであれば、二つ世のどちらでも全ての作物が育たないはずですね。そうだね。そうでないわけは、仮に、いえ、しかし、つまり。おいおいおい、説明しろ。心はここでいつまでも立ち尽くしていても線がないのではないか。何、考えてるだけじゃもうダメだから動こうぜみたいな感じ。あ、はあ、すみません、私考え始めるといつも。いや、でも心はの知恵めっちゃさ助かるよ。はあ、嬉しいぞ、わしらのためにそこまでしてくれて。そうだね、誠にありがたきことでござりまするな笑い方お前の笑い方なんなんそれ。それでは
私は一度都に戻ることにいたします。え、帰っちゃうの？古書蔵を頼れば何か見えるものもあるでしょう。そうか、わかった。用心して帰れよ。うん、ちょっと寂しいけど、なんかいっぱい出てきたんだけど、失われた北条の力、これで日常が帰ってきたのかな。ハメモン、花もみを選別なさいますかって。いやー大変や。あらまあ、卵あるんだ。かいまる、あー、おー、ワンワンとカッパ無事か。キンター、ショックだね。瓦礫から掘り出した道具で一応何かこさえることはできそうだ。なんか欲しいか？なんか作るかや。え、作ってくれるのこれ。いや嬉しいけど、ちょっと後だなこれ。キンタ頑張ろうな。ゆいちゃん、ショックだね。こんにちは。神様、何か作りすかや。作ってくれるんだ。やーべー、いやショックや。足蜘蛛いるか。足蜘蛛はいないか。どこかにいるんだろうな。ミルキは元気にしてんだろうか。なんかあれだね、ちょっととりあえず落ち着いて稲作やろうよって感じだね。家の中か。お、どうしたどうした。おお、かいまる、びっくりさせられた。あ、カエルじゃん。カエルですか。かいまる、どうするですか。ミュウ、この色は緑、ユーですか。ういミオイ、当たりました。微笑ましい。んなるほど。なんだ、生き物をめでるのも良いが、さすがに炊事場では控えぬか。そうですね、行きましょう。かいまる、はい。微笑ましい。それがしも見るても、かいまるに少し甘すぎるか。いや、かいまるはのびのび育ってほしい。いいと思います。カエル、不思議ですね。日常パート。もうなんかここはしっかりしてんな。仮住まいにしては小さくても家がある、嬉しいです。私は神とみんなに感謝します。素晴らしい、たまじい。おいたわしや、一時とはいえ歯を壊されたことでおひいさまのお力が大きく失われてしまったようですじゃ。いや、そうなんだよ。これから大水地と戦わないといけないのにさ。それは歯と呼ばれるもの、清め払うには失われたお力を歯に戻さねばなりませぬ。北条の力はおそらくはこの島のあちこちに飛散したと思われまする。まずはそれを探しましょう。あ、なるほど。なんだ、この島のあちこちに北条の力が飛び散ったから集めていったら戻るのか。取引できるんだ。霊視、なんか新しいのができてるね。太鼓神の板から特に優れたもののみを寄ったものにございます。目を見張る美しさと刃を弾くほどの強さを備え、優れた衣が折れるはずですぞ。ちょっと仕入れとこうか。千年紙も仕入れとく。こんな状況で米育つのか。寝床なくなってんじゃん、この裏の。あらまあ、あ、じゃあここでみんなでこう敷いて、川の字、川っていうかもう川川みたいな感じか。雑魚寝だ。
なら足蜘蛛。あ、足蜘蛛ではないか。怪我は治ったかな。大丈夫かお前。すっかり良くなった。ミルテの手当てが効いたようだ。すごいなミルテ。そうかそうか、よかったな。みんな大変だな本当。それで何か用があるんだろう。東の森の周辺で我が足蜘蛛族のヨモツガミがうろついているようだ。え、そうなの。今のところ害はないが、カッパたちが怯えている。なんかいろいろ怒るな。え、またか。ハザミおったやつなら確か火を海に沈めたはずじゃが。そうだね。それで足りなかったとなれば、キャツは火を司る暗い高いヨモツガミであったことになるか。うん、そうか。やつはヨモツホムス。不死の炎で死者の恨みを紡ぎ、新たな死を作り出す。なんだその力。大水地にも比類すると言われるほどの強大な自然神ですぞ。え、めちゃくちゃ強いってこと。おいおい、この島は一体どうなっとるんじゃ。そんなのがいくつもおってはたまらんぞ。そうだよ、今こっちはこっちでさ、生きていくのも大変なのに。しかしあやつはそんなに強くはなかったような。そうだね。すでに大水地の支配下にあるこの地では、後から来た火の神の力は弱まります。今のところ筋は通っております。なるほど、大水地の島だったからあいつはそんなに力を発揮できなかったんだ。すまんな足蜘蛛よ、よう教えてくれた。うん、復活してるってことね。いや、どうということはない。カッパどもやこの峠に類が及ばんよう森を改めに行かねばの。そうだね、また行くか。なんかもういろいろなことが起こるな。おい、羽もみ選別していいの？寝る？何ができてんのこれ。うめえ、植物は強いな。おい、ワンちゃんあっち見てんの？これもセーブできるかな。セーブできました。おお、また続きやります。いただきます。ミルテはダルカという国にも行ったのであったな。ナディートよりもさらに西にあるのか。いや、ダルカはナディートとベンタニアの間にあります。森と戦った国じゃったか。そもそも森と人がどう戦うんじゃ。妖精ヤナトといえば鬼や妖怪に似たものが森を守っていたといいます。ダルカは黄金を作る国とも呼ばれ、他のどの国よりも不思議な術が多いです。黄金を作る、まさしくそれは術と呼ぶにふさわしいな。差し詰め錬金術といったところか。ダルカの町ではゴーレムという人が作った生き物が働いています。え、すごくない？そんな世界観だの？私はこれにすごく驚きました。ベンタニアにも魔法使いがいると聞きますが、一度も見たことがありません。ダルカでは魔法使いはたくさんいます。心はも勝手に動くからくりを作っておったが、そのゴーレムとやらもあのようなものかの。あ、そっか、心はが作ってるのに似てるのかな。神器でボトルフェモトの世でそのようなものを作るとは、人の子でありながらなかなかのものじゃ。誰かでは他に何を見た？どのような国であったか聞かせてくれ。いや、誰かは砂漠と海に囲まれた狭い国ですが、町は豊かです。場所によって暑さ寒さが大きく変わるので風邪をひく旅人が後を絶ちません。アムルの森は春、夏、秋、冬が一度に見られるところもあるそうです。そのようなところ頂きの世でも滅多にないぞ。放っておいても神器が寄り集まるような
得意な地なのかもしれませんな。料理はベンタニアと似ていますが、ダルカの人はお酒が大好きです。そうです、ゴーレムを作る道具でついでにお酒も作ると言っていました。え、同じもので作れすかや。なんだかお金っすな。道具ってのは考えもしねえとこで違った使い道が見つかるもんだ。ダルカもナディートと同じアルカという教えを信じています。私たちは布教はできませんでしたが、王様リステインには会えました。若くていい王様のようです。国のみんなが幸せになれるよう頑張っていました。そういえば私たちと入れ替わりでお城に来た女の子、リステインは彼女を妖精と呼んでいました。とても可愛いという意味だと思いましたが、あの国ならもしかして本当に怪しげな術がごく当たり前に使われる国であらば、人外の往来があっても不思議ではないか。リステインはその女の子が大好きみたいでした。小さくてとても元気、私も可愛いと思いました。何故かわからんが、そんな話を聞くと鳥肌が収まらぬ。オラも、ごちそうさまでございました。ごちそうさま。なんか不思議な話だったな。朝まで休む。いやー、景色が変わっちまったな。お、またイベントだ。あ、カイマル泣いちゃった。ああ、待った。いっく。頑張れ、カイマル。カイマル、泣きたくなったら、拳ば握れ。だっちょ。んでな、一番綺麗なやつの顔を思い出せ。おいで涙は止まる。です。うい。カイマル嫌いな人とかいなさそうだけどな。キンタ誰が嫌いなんだろう。ダメみたいだっちゃ。おいらはおいでいつもなんとかなるけんともな。カイマルにはカイマルのやり方があるんでねえかや。おいらおいらのやり方しか知しゃねえぞ。気負わずいろいろと教えてやってくれ。カイマルはまだ幼い。キンタのやり方もあると教えるだけでも利があるであろう。どういう意味だ。今は分からずとも何年か経ったある日、ストンと腑に落ちることもある。先人の教えとはそういうものだ。本意なもんか。はい、いろいろとイベントがありましたが、朝になりましたね。いや、前回のね、動画のこの崩壊具合があまりにもショックで、なかなかサクナ姫のね、プレイをね、始めることができませんでした。ようやくね、俺もちょっと立ち直って頑張っていこうかなと思いましたんでね、頑張っていくぞ。稲作からやっていきましょう。土とかどうなってんだ。あー、なんかもう全然ダメじゃん。これってあれなのかな、復興度合いによってさ、こことか完成したりするんだろうか。なんだかいろいろとやることがね、増えていってるんだけど、シャクナのね、力が今すごく弱まってるらしいので、それを元に戻していくっていうところをね、やっていきましょう。な、なんやで苗を育てておりますので、時々様子をご覧くだされ。オッケー。カモたちは帰ってくんのか。ああ、金太よ。なんか作るかや。これ作るか。黄金の日の詩。ちょっと見てみよう。おお、すげえ、キラキラだ。何これ。衣の進化の効果が 5% 上昇する。
さらに上があるね。日の石ですと？これは農具ではありませぬぞ。しかし衣のシワを伸ばせば効果が増えるやもしれませぬな。なるほど、衣をなんかする道具なんだ、日の石って。俺はまだ針線を装備してたんだけどな。どうしようかな、針線で行くか。もうちょっと針線可愛くない？ちょっと気に入ってんだよね。衣とか作れたっけ？神様、何か作りすか？いやー、何も作れないか。よし、ちょっとマップに行ってみよう。めっちゃ弱くなってるからな、気をつけていかないと。おお、なんか増えた、行けるところが。何これ、床用の円樹草。これ光ってるのはなんだ、光ってるところにサクナ回復のなんかがあるみたいな、そういう感じかな。とりあえずいつも通りやるか。それでは、なんかこことか行ってみる。最初の頃の羽しめじの森、ここ行ってみよっか。なんかあるのかもしんない。こういうところだったらステータスが落ちててもまあやっていけるかって感じかな。あ、やっていけるね、全然。これさ、必殺打つゲージの数とかも多分弱くなってるからあんまり連発できないんだ。ちょっと慎重に行こうな。おお、まあなんとか戦えるかって感じか。やば、技とか打ったら本当にさ、すぐさ打てなくなる。これ打ったらもう空っぽだもんな。どこにあるんだろう、アイテムは。あ、これは？これか、豊穣の体力。これで体力があれなのかな、上がるのか。じゃあ出るか。こうやって一個ずつ回復していくんだ。実りのしとね、ここも行ってみよう。やばいな、こういう状況でさ、ボスと戦わないといけなくなったりするのかな。この奥にあるんだろうか。あ、あるね。北条の満腹、攻撃力とかさ、何、神技が使えるやつとか、そういうのをさ早く回復したいね。じゃあ家に帰りましょう。ちょっと早かったね。まあいっか。肥料を撒いて、なんかここに入れるんでしょ？北条の満腹と体力。これでいいのかな？これで戻るってこと？まあ、やってみるか。これに戻りまして、お、おかえり。いいじゃん、金鉱石とか、いろいろ集めてきたね。素晴らしい。よしよし。いただきまーす。こうやってまたゼロから始めていくのか。ポツポツと雨粒が落ちて、納屋に向かいましょうって書いてある。ただ俺はこれを撒くぞ。これを撒いたら蚊が取れるのか、わからん。だから3とか書いてあるってことはさ、3段階下がってるってことか。そりゃやばいね。あ、満腹の蚊と体力の蚊が2になってるってことは多分戻ってるんだ。ちょっと、なるほどね、こうやって戻していかないといけないんだ。面白えな。さて、いや、ちょっと前にさ田植えとかしたはずなんだけどな。やってみるかな。よし、田植えをするか。マス植えでやってんのか。これちょっと鉢エンジン植えにしようかな。今回さ、俺さ、多分これ選別してないから500になっちゃってるわ。ちょっとパンパンかもしんない。これで植えていこう。何？さらに農業覚えただと？もう限界かと思って俺は、田植え部門の農業は。うわ、雑草みたいなのがもう生えてない？え、雑草だよな、これ。許せねー。あれなのかな？雑草とかもさ、生えやすくなっちまったのかな。さくな姫、マジでこれゼロからのスタートになってんじゃん。大変だ。でもね、たまじいとかもいろいろと覚悟決めてるし、大水地も復活しちまったしよ、こう立ち止まってるわけにはいかないんだよな。
俺たちは。そういうことだよな。こうなんか田植えもんとかさ、金太とか、まあ、ゆいちゃんもさ、ミルテも、タイマルもさ、まあ、みんなだけど、前を向いて歩こうみたいな。すごいさ、強かったよね。あの姿にちょっと背中を押されたな。あと4。はい、完了。雑草だよね。雑草じゃない。何これ。蚊を取り除く何かか。雑草じゃねえか、やっぱり。雑草だった。はい。いや、この石をさ、ちょっと取り逃したのかな。ちょっと悔やまれるね。初めてだよ、俺。耕すときに石をさ、忘れちゃうの。忘れるっていうか見逃したんだけどさ。水ちょっと入れよっか。30% ぐらいがやっぱいいかな。ちょっと今回は結構稲作もやったし、サクッと取れそうなところがあったらいいんだけど、どっかあるかな。こう行ってみる。浮き梅雨棚。これまたあれだね。装備をさ、水の資料着にした方がいいんじゃないか。これか。ん？反応があるぞ。この辺にあるのか？蚊を取り除くやつが。やばい、夜になってきた。あのさ、旋風、なんだっけ？あの技打てないんだよね、今。これこれこれ。旋風剣。多分足んないんだと思うんだよな。弱くなって。ショック。鳥に弱い、今めっちゃ。工場の運気、入手、やったぜ。はい、みんなお帰り。飛躍の元さん、すげえ。おー、ただいま。よしよし。あ、なんかある。いいね。ちょっとつもうしん。抜いて、よいしょ。熟成中か。あ、これ追加素材入れるって間に合うよ、これ。工場の運気入れちゃおう。この家とか復興できるんだろうか。心配や。いただきまーす。え、水と下着だけになっちゃった。ありがたい。加工品やりすぎたかな。なんかすまん。雨か。雨は嫌い。雨やだね。雑草を抜いて稲作やるか。はい、運気撒いたよ。運気、あ、2になってる。やった。これでサクナのステータスがちょっと戻ると。いや、早く全開したいな。結構大変だね、こうやって集めていくって考えると。これってさ、命の粉とか技の粉とかさ、バシバシ入れてっていいのかな。なんか入れちゃおうかな。いや、今じゃないか。夏とかがいいとかあるよね、確か。今夏じゃん。まあ、もうちょっと育ってきたら入れるか。ここだって時に。よーし、次はどこ行こうかな。また水系のところがいいよね。ここ行くか。大泡の巣。すっぽんひっくり返す？俺はまだこれを達成できてないんだよな。ひっくり返し方がわかりません。悲しい。すっぽん確かここら辺出るよね、いきなり。ちょっともう一回チャレンジしてみよう。あ、出てきた。まずはすっぽん以外を倒して、すっぽんに集中させてもらおう。来んな、すっぽん。お前と戦う意図ない、まだ。よし。ダメか。技がなんか違うのかな。半円筒をしようとしてみる。ダメだ。どうやったらひっくり返るんだろう。
ダメだ、むずい。わからん。いくわ。お、やった、もうゲットした。北条の満腹。じゃあもう出るか。次ここ行きましょう。王子の湖。ここでは何が手に入るかな。ここか。結界のやつね。大変じゃんこれ。おお、技打ったら一発だな。これ絶対上から壊した方がいいやん。まあ、来んな鳥。そっかそっか。前回も同じこと言ったかもしれない。鹿。壊すよ。鹿もろとも。あれこれ壊せない？埋まってんのか。よし。お前たち。お前。オッケー。さーてどこにあるかな。北条の何があるかね、ここには。一人ずつ相手しますから。あ、落ちちゃった。よし、この技強えな、イカズチ。当てたらさ、確実に1個壊せんじゃん。最高。当たんなかったか。なんかこう久しぶりのステージ楽しいな。懐かしみながら来れるって。うわ、出てきた。あ、こいつら相手しなきゃダメなやつか。よし、あったね。北条の神器。やった、神器嬉しい。これまだまだいけるんじゃないか。あとどこだ。え、落石口行ってみる。アイテムの気配はまだないな。ありそうなんだけどな、ここら辺とか。ないか。お、反応が出始めた。どこだ。この上かな。あ、ありそう。これでしょ。やった、また運気。いやー、なんか運に恵まれてる感じするな、俺。サクナさ、なんか運のステータスめっちゃ上がってるよね、実は。よし、出るか。まだいける。毒切りはちょっとダメだ。毒対策ができてない。試練の道とかいいんじゃない。これなんか短かった気がするな。敵しかいなかった気がする。ここじゃ、どこじゃ。こいつらを倒せば終わるみたいな。このさ、登り鯉さ、育てていきたい気持ちがある。数増やしたいんだよね。で、なんか後ろにも攻撃できるのめっちゃよくない、こうやって。
囲まれた時にさ、すごくいい気がする。育てたいこの技。多くないか、足蜘蛛族。ほっぱ、よし、これはなんだ、神器だ。よし帰ろう。なんか結構暗くなってきたな、我が家。なん、まさか、ネオ、猫、新しい猫。もう飼わぬぞ。前のやつも結局ここを潰しておるだけではないか。これなんか見たことあるないつもこのパターンじゃん。にーん、ぬぬぬ、こたびで最後じゃからな。何回言う、こたびで最後何回言うか。これめっちゃおもろいじゃん。よし、お世話していきましょう。サクナのステータスを下げているカのアイテムもさ、少しずつ回収できてるからいいね。猫多いね。猫が多いのはいいことだよ。かわいいじゃない。で、さっき取ってきたこの満腹と神器と運気。こんなに俺ゲットしたんだ。今回頑張ったな。購入。よし。ご飯にしましょう。いただきます。いただきます。ちょっと豪華になったな。ミルテのやる気があったのかもしれない。はい、ということで、天水の桜姫、ちょっと今回これぐらいにしておこうかなと思います。いろんなね、ところに赴いて、この今ね、かになっている、マイナスのステータスを打ち消していくっていう、50% 減少なんだ。3だったら。やば。これをね、今、一つずつやっているところでございますが、まあ結構回収できたかなっていうところもね、あるし、これからこの調子でまたやっていって、稲作も頑張って、ね、家も復興して、って感じでね、頑張っていこうかなと思います。ということで、今日のゲームはここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。